選挙演説するエドムント・シュトイバー、エドムント・リュディガー。シュトイバーはドイツの政治家、法学博士。1993年から2007年まで、バイエルン州首相。1998年から2007年まで、キリスト教社会同盟党首を務めた。2002年のドイツ連邦議会選挙では、連邦首相候補として、現職のゲアハルト・シュレーダーに挑んだが、僅差で敗れた。 ドイツ・オーストリア国境に近いバイエルン州、オーバラウドルフ生まれ、カトリック。1968年に結婚して、カズオ次女。兵役を終了した後、1962年にミュンヘン大学に入学。1967年に卒業。レーゲンスブルク大学で助手を務め、1971年に法学博士号を取得。同年、優秀な成績で、 国家司法試験に合格し、バイエルン州地方開発、環境省に入省。1972年から2年間、同省事務次官個人補佐官を呼び、大臣官房長。1974年、市営州から出馬して、バイエルン州議会議員に初当選。2007年の引退まで30年以上にわたり、議席を保持する。1978年、弁護士免許取得。 同時期、バイエルン州宝くじ協会のインハウスローヤーを務める。1978年から83年まで、バイエルン州首相で、シエシュー党首のフランツ・ヨーゼフ・シュトラウスの下で、当事務局長。脱腕を発揮し性的から、金髪のギロチンと、あだなされた。事務局長として1980年の連邦議会選挙を取り仕切る。この選挙でシュトラウスは、 連邦首相候補として、現職のヘルムート・シュミットに挑んだものの敗れた。1982年、バイエルン州のシュトラウス内閣で官房長官。1988年、シュトラウスの休死により、マックス・シュトライブルが州首相に就任すると、その内閣で内務大臣に就任。1989年、市営州副党首に就任。百九十三年、 シュトライブルがスキャンダルで辞任すると、シュトイバーは急遽その後任に選出され、1993年6月17日にバイエルン州首相に就任。1995年から1年間、地方代表が集まる連邦参議院議長を兼任。バイエルン州首相として高い支持率を誇り、1994年と1998年の衆議会選挙では、 得票率5割以上の絶対多数を成し遂げる。その後もバイエルンでは州首相として圧倒的な強さを発揮し、2003年の衆議会選挙では57.3%の低投票率ながら、ついに得票率6割を超え、市営州が衆議会議席の3分の2以上を占めることになった。エドムントシュトイバー一方連邦議会では、1998年の 選挙でシエシューの姉妹政党、キリスト教民主同盟が大敗、コール政権が退陣に追い込まれた。同内閣で財務省を務めていたテオドール・バイウェルは、シエシュー党首を辞任。そのシエシュー党内の政敵だったシュトイバーが翌年1月に、シエシュー党首に選出され、バイエルン州首相と兼任した。これにより、師匠であるシュトラウスが果たせなかった。 初のバイエルン出身の連邦首相実現に一歩近づいた。そのチャンスである2002年の連邦議会選挙が近づくと、CD 党首に就任していたアンゲラ・メルケルとの調整が必要になった。メルケルは最大野党 CD の党首ではあるが、実績の少なさが不安視されており、地方政治家ながら経験十分なシ都トイバーを押す声が強かったためである。 2002年1月11日、両者がバイエルンにあるシュトイバーの自宅で朝食を共にして協議した結果、シーリ、シエ州共同の連邦首相候補として、シュトイバーが立つことになった。シュトイバーは大衆市、ビルト AM、ソンタグの元編集長を選挙参謀に迎え、失業率の改善、旧東ドイツの開発推進、国内の安全保障などを争点に、 現職のゲアハルト・シュレーダーに挑んだ。シュレーダーは迫りつつあったイラク戦争を争点に、持ち出し明確な反対意志を示して、巻き返しを図り、9月22日に行われた選挙は、スピード、緑の党連立政権の新勝という結果に終わった。バイエルによる、中央政界制覇というシュトラウス、そしてシュトイバーの念願は果たせなかった。2004年、 フランスのジャック・シラク大統領とシュレーダー首相は、シュトイバーを欧州委員会委員長に押したが、シュトイバーは誇示した。同年のドイツ大統領選挙でもシュトイバーを押す声があったが、実権のない大統領職は彼には問題外であった。シュレーダー政権の弱体化により、2005年9月に連邦議会選挙が前倒し実施されたが、この時、ーリ。 シエシューの首相候補として立ったのは、前回身を引いたアンゲラ・メルケルであった。ところが、議席減かつ僅差ながら、シーリ、シエシューは、第一党の座を、かろうじて確保し、長い連立協議の結果メルケルを主犯とするシーリ、シエシュースピードによる、大連立内閣が発足することになる。重鎮、シトイバーは、経済省として入閣する予定であったが、十一月一日に、 なって、突然、入閣せず、バイエルン州首相に止まると表明した。シュトイバーは、理由として、スピード投手フランツ・ミュンテ・フェーリングが投手を辞任したことを挙げたが、実際には、シュトイバーの目論見みでは、経済省と研究教育省を兼ねた、スーパー大臣になるはずであったのに、研究教育省のポストにアンネッテ・シャーバンが、内定したことにつむじを曲げたためであると言われている。 当選したばかりの連邦議会議員の椅子も一月足らずで捨て、シュトイバーはバイエルンに戻った。2006年5月13日、ミュンヘンにウルンベルク間のアイス開通式に出席した、シュトイバー。左から、フーバー経済省、ベックシュタイン内省、シュトイバー、ティーフェンゼー連邦交通、建設省、メイドルンドイツ鉄道総裁中央政会と、 バイエルンの間で揺れる優柔不断なシュトイバーの態度には、シエ州内部からも、州首相として、チンを問うべきとの批判の声が上がった。ガブリエレ・パウリがシュトイバーの再出馬に公然と反対すると、党内に通り引くしていたその声が噴出し、ついに2007年1月18日、シュトイバーは9月に、州首相を実施時期党首選挙にも立候補しないと表明した。 バイエルン州経済省のエルビン・フーバーが9月27日に公認のシエ州当初に選出され、バイエルン州内省ギュンターベックシュタインが10月9日に後継の州首相に就任し、シュトイバーはすべての公職から退いた。退任後のシュトイバーには欧州委員会や様々な企業から声がかかっている。ドイツ人の例に漏れずサッカーファンである。彼はバイエルンミュンヘンの経営委員。 また、SPVGG ウンターハヒンク、TSV1860 ミュンヘンの会員でもあり、プロスポーツに深く関わっている。フランツ・ベッケンバウアーとも親しく、2002フィファワールドカップ日韓大会の際は、横浜で行われた決勝戦を観戦し、ベッケンバウアーの配慮で準優勝した代表チームと、共にドイツに外戦した。バイエルンはドイツで、最も保守的で、 伝統的なキリスト教的価値観が強い地方である。保守政党の強固な地盤であると言われ、その与党であるシエシウは、シエシウより右に民主的政党はあり得ないと言われるほどである。シュトイバーは、そのような、バイエルンの政治風土を体現する、政治家で、結婚、夫人、同性愛、外国人といった問題での彼の強硬な発言は、しばしば物議を醸してきた。 以下に、彼の政治的傾向を挙げる。レーベンスローフ・アウフ・ストイバー、デハット、ビオグラフィー・アウフ・デア・ベブ・ザイタでハウジス・デア・ゲシヒテ、クロノロジー、ビクティガ・エアイグニサイン・ストイバーズ・レジルンセット、ターゲッシュ・シュピーグル、デ、14セプテンバー2007、2018年9月15日、閲覧。バンドス・オア・ハイター・ハット・シトイバーが、積極的に主導して、 退任直前の2007年9月27日に全国に先駆けて建設が正式決定したミュンヘンにおけるトランスラピットの建設はその象徴とも言える。ありがとうございます。